ございます。いた、おはようございます。今日はママ食でございます。で、今日は休校中の平日なんですけど、まあ、家にいる時間が非常に長いので、まあ、そんな日の一日の食べたものの記録ということでね、やっていきたいと思います。じゃあまず朝ごはん、こちらクロワッサン3つ、ちっちゃいやつね。で、フルーツ、今日結構豪華じゃないですか。いちご、りんご、オレンジで、夜にちょっとだけね、お友達家族が来ていて、その時にね、こういうフルーツをね、たくさん持ってきてくれました。それの残りです。いただきます。ちなみにただいまの時刻は9時でございます。ちょっと今日は寝坊気味ですね。あと皆さん休校中、課題とか宿題とか終わりましたか？もうね、多すぎる。うちだからうちあと1教科だけなんですけど、もうその1教科がやばい、理科やばい、本当にもう本当にやばい。まあ今日中には頑張って終わらせたいと思ってるんですけどもね。邪魔、おいしい。久々にオレンジ食べた。あと皆さん、こいつ見ましたか？もうやばかったよね。にゃんにゃんとか最後やってるし、もうね、かわいすぎるよね。で、なんか最終回はキスシーンばっかでね、ちょっと親とは気まずくなりましたけども、キュンキュンでした。私にキュンキュンをありがとう。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。はい、というわけでですね、お昼ご飯はこちらの林オムライス、まあ通称オム林ですね。卵が残ってたらしいのでね、ちょっとちょちょいとかけていただきました。美味しそう。そしてこちらが先日の動画でも紹介したコストコのポテトサラダで、これもね、コストコで紹介したミニキャベツと他の子たち。ちなみにただいまの時刻は12時半でございます。じゃあいただきます。これ美味しそうでしょ。いただきます。うん、なんだっけ、あの最近なんかの動画、コストコのハンバーガー組だ。その時にちょっと美味しい言うの早すぎたっていう説ありますけど、まあこれはね、 YouTuber あるあるですよね。しかも味はなんとなく分かってたんで、まあ YouTuber 大概歯に味覚ある説ありますけどね。まあまず考えてください、皆さんね、この味はって言われたらね、どうですか。じゃちょっと一回うちが味覚来るまでちょっとやってみますよ。いただきます。どうですか、こんな味わって美味しいって言ったらね、ちょっと動画的にね、テンポ悪くなると思うので、やっぱりこうですよね。1か見たらもう味来るから。ちょっとちなみに今後ろで犬兄弟すごいやり合ってますが、ボクシングですね。カメラ来たらいい子になるんだよ。はい、というわけでごちそうさまでした。お腹パンパン。はい、というわけでですね、今宿題とか勉強をやったので、ちょっと休憩がてらね、まるちゃんのね、ちょっとご飯とか買いに、まるちゃん麦ちゃん連れてごぺってきました。夕方の4時くらいなんですけど、ちょっとねお茶とかしたいなと思っております。とりあえず行ってきます。はい、というわけで今からね、ちょっと遅めのおやつタイムということで、パンケーキ、超美味しそうじゃない。超お姉さん、ここのお姉さんすごく可愛くて、ね、いい子なんですよ。なんと皆さん、ここペットショップの2階ですからね。じゃあThank you.
ていうこともっちもち。もっちもちで甘さもね、ちょうどいい。甘すぎず。超美味しい。ココイチ美味しい。ちなみにコーラ飲んでます。これ光に当てるとめっちゃ映える。というわけでごちそうさまでした。もうめっちゃめっちゃ美味しかったです。はい、というわけで今ですね、帰りにちょっとねグランベリーパーク寄ったんですけど、でねちょっとカチャチャっと買い物した後にちょっとゴンチャがすごいついてたのでね、新しい黒糖ミルクティーゲットしました。めっちゃ美味しそう。いただきます。おー美味しい。めっちゃ甘い。まるちゃんもね、めっちゃ甘い。家帰ります。はい、というわけで夜ご飯でございます。現在時間は8時でちょっと遅めの夜ご飯です。今回のおメニューはこちら。プレートに今日ね、さっきグランベリーパーク行った時にママが買ってきたこのブリカマと手羽先と唐揚げ、これはお惣菜ですね。なんかタイムセールですごい安く売ってたらしいです。で、うちがね大好きな生しらす、これもねタイムセールで、これはまあコストコの野菜と、これはね前に友達と鎌倉行ったんですけど、その時に買ったやつですね。ああもう今日はうちが好きなものしかないわ。あとお米とお茶。ではおててパッチンいただきます。はい、こればあちゃんからねもらった醤油スプレー、こっちからも出るしこっちからも出る。今旬らしいですね。これめっちゃいいのよ、このスプレー。生姜を添えていただきます。あ、生姜がきます。こりゃもうトゥルントゥルンで最高。麺みたい。とろける。まあ、ちょっと洗濯機うるさいですけども許してください。ではブリブリいただきます。あ、それブリをいただきます。ふわふわでめっちゃ美味しい。香ばしいわ。骨があんまない。はい、というわけでごちそうさまの前にですね、ラストちょっとナスをとても美味しそうに食べるので見ててください。いきます。これ美味しそうに食べる時のコツは、こう縦のこう口にこうやって顔こうさせる感じ。一口で入れないの。ちょっと引っかかる感じにすると美味しく見えるんです。ホイコーローの CM もそうでしょ。これビールだとしてくださいね。CM 待ってます。ごちそうさまでした。はい、というわけでですね、今お風呂上がってきました。で、ちょっとお風呂上がったんでおデザということでオレンジを食べたいと思います。まあ、今日は朝食べたオレンジとあとお水です。でね、私は結構ね9時以降はあんまり食べ物食べないっていう風に気をつけてるんですけど、今日はちょっとね特別に10時なんですけども、ちょっと特別にオレンジならまだいいんじゃないかということでオレンジ食べたいと思います。で、結構意外と毎回見てくれてる方はわかると思うんですけど、私ももかね、お風呂上がりに大体アイス食べるんですよ。で、今日はね、本当はね、アイスあるんで食べたいんですけども、しかも昨日ね、遊びに来た友達が買ってきてくれた31のパペングシャワーがあるのに、もうね、さすがに9時過ぎてて、今日ね、パンケーキもタピオカも食べてるので、これでね、さすがにアイスまで食べちゃうとやばいと思うので、今日はちょっとオレンジにしたいと思います。オレンジも好きなんでね、この時間に食べるものは美味しいんだ。いただきます。ジューシー。何気に、フルーツの中で、オレンジがランキングに入る。1位の時もある。で、今日はちょっとこれ食べたらね、寝る前にちょっと宿題やりたいと思います。今回ね、計画立ててないから終わんないのよ。ノープランでやっちゃったんで。で、はい、というわけでごちそうさまでした。オレンジはペロリよ、ペロリ。
はい、というわけでちょっとね、寝る前に宿題やります。はい、というわけで今宿題が終わりました。結局お風呂上がりに食べたね、オレンジの後に何も食べませんでした。まあお水はね、ちょっと飲みました。はい、というわけで今回はね、久々の桃食ということで、私桃香のね、一日の食事にね、密着しました。いかがだったでしょうか。もう完全にね、朝起きてから夜寝るまで口に入れたものは全て記録できたと思います。またね、そのうち機会があったらね、桃食やりたいと思います。ぜひね、何の参考になるかは分かりませんが、参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバー。もう眠い、寝よう。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さん、バイバイやー。